では頑張っていきましょう。仰向けの状態で始めます。足をですね、片足ずつこういう感じで大きな円を描くように回していきます。30秒です。スタート。はい、大きい円を描くときにですね、この時股関節ポキポキ鳴る方いると思います。痛みがなかったら全然気にしなくて大丈夫です。痛みがある場合はね、ゆっくりやるとかちょっとしたとか気をつけてください。皆さんどうですか？もう一緒にやってる皆さん本当に素晴らしいですから、ね、見てるだけの皆さんも勇気出して頑張って一緒にやってみてください。はい、もう一つです。はい、5、4、3、2、はい、OK。 はい、こっちに行きます。30秒です。足を大きな円を描いて回していきます。そうです素晴らしい、素晴らしい。そうですよ、頑張ってしっかり呼吸を巻いてください。呼吸だけはしっかり入ってください。もうですね、動画の中で厳しいことは特にやらないんですけど、どんなにサボっても OK です。考えずね、呼吸だけはしっかりしましょう。で、息を止めてしまうとですね、首を絞めながら運動してるのと変わらなくなってしまうので、より辛いじゃないですか。みんなで呼吸だけしっかりしてください。はい、OK。はい、そしたらですね、両足回していきます。30秒です。はい、よ。しっかり呼吸を上げて。で、辛いだけじゃなくてですね、呼吸の話なんですけど、辛いだけじゃなくて、運動効果もちょっとね、下がってしまいます。しっかり呼吸した方は、かなりね、運動量、体のエネルギー量変わってくるので、しっかり呼吸してください。で、こういう運動の時にね、余裕がある人だけで大丈夫です。ふーっと息を吐いた時に、お腹がぐっと引っ込めるようなイメージです。そうです。そうするとね、めちゃくちゃウエスト細くなります。OK!はい、そしたらね、膝抱きかかえます。ぐーっとね、抱きかかえるんですけど、ぐーっと、いつも斜め手前ですね。斜め手前を伸ばしましょう。いきます。30秒です。ぐーっと伸ばす。そうでーす。お尻伸びてる感じありますか？OK。そうですよ。ぐーっと伸ばしてねー。そうでーす。そして呼吸、吐きながら伸ばしましょう。いいですね。素晴らしいです。もう姉さんみんながやってる皆さんもお願いですかね。一緒に頑張っていきましょう。皆さんクリスマスのご予定とかどんな感じなんですか？ね、来月クリスマスですよね。若い頃はね、若い今も本当じゃないですけど、クリスマスまでに痩せようとかね、もっとぜひやりました。はい、あと30秒でグッと伸ばしましょう。お尻伸びてたら OK ですよ。グッと伸ばす。同じ体勢になんなくても、まあ、できなくても大丈夫ですからね。ねえ、なんか10代の頃とかね、クリスマスまでに痩せたいなとかそういうのありましたけど、今はね、ないですね。どうですか、皆さん、なんかこのために痩せたいって、みんな痩せたいっていう、どういう動機が多いんですか、めっちゃ気になります。ちょっとぜひコメント欄で教えてください。どうですか、伸びてますか？ OK。 はい、そしたら足ぐーっと伸ばします。遠くに足に引っ張られてるっていうイメージで伸ばしておきます。30秒です。ぐーっとこの辺、ここの辺り伸びを感じる。OK です。頑張って。同じ格好にできなくても大丈夫ですからね。体が硬いとか筋力がないとか体力がないとかいろいろね、多分一緒にやったらあると思うんですけど、できないな、本当に何度も言いますけど伸びしろですからね。まだやってるね、健康になって伸びしろがあるということなので、ポジティブに考えてください。皆さんね、一緒にやってる方、見てるだけの方も本当に偉いですから、もう注目と褒めてあげてください。 OK。 はい、こっち伸ばします。30秒です。そうです、ね、グーッと伸ばして、そうです。頑張って。伸びてたら OK。そうです。じゃあ待って。そうですよ。こう足が伸びてるっていう意味ですね。そうです。いいね。4、3、2、帰らずにしたらですね、お尻の穴にギュッと締めて、お腹もグッと力入れましょう。グッと力入れて、このまま上に上がっていきます。で、腰反らないように。30秒です。同じ速さじゃなくても大丈夫ですからね。お尻の穴ギュッと締めて、お腹もグーッとします。息止めないで、こういうちょっとね、筋肉使う系は息止まりがちです。息絶対止まないで、呼吸入れて、頑張ってください。で、腰絶対じゃない。お腹、お尻に力入れて、全然休憩しても大丈夫ですからね。
で、こういう感じで足パタパタ回してあげましょう。今の30秒です。疲れましたね。皆さんね、本当に偉いですからね。マジで偉い。私の動画なかったらまず家でこう運動するのってまずないので、本当にいつもコメント欄見てて、なんでみんな意識が高いんだと思って、ね、もう感動してるの。いつも動画撮るまで本当に寝る時間とか経ってたもんね、本当に。 OK、 はい、こちらです。次足を伸ばします。で、真上じゃなくてちょっと斜めにしていきます。で、この床から45度ぐらいまで上げたら、ここで足パカしていきたいと思います。なので、ね、下っ腹でグッと力を入れます。30秒です。閉じる、開く、閉じる、そうです、そうです。なので、しっかり開いて、ちょっとね、この下げることによってね、下っ腹にもかなりきますからね。うん、きつい、頑張って。もう辛い方は全然休んでも大丈夫だよ。10秒でも20秒でも大丈夫、大丈夫。やってるだけです、頑張って。よいしょ。息止めないで、きつくても息止めないで。頑張って、頑張って、頑張って。そうです、そうです。すごい、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 すごい。大きい、うん、きつい。はい、そしたらですね、足をあぐらにします。あぐら足、こういう感じですね、引っ掛けます。そしたらですね、お尻をグッと上げます。で、この時ですね、お腹、下っ腹グッとへっこましながら、ふっと上げる。で、上げる時に息、ふっと吐く。いきますよ、これ30秒。やっていきましょう。いきます、スタート。息、吐く。ちょっとでも足上がれば大丈夫ですよ。以上。きついですよね。
次はね、足を上げていきたいと思うんですけど、お尻から上げるイメージですね。で、つま先は下に上げましょう。いきます。始めです。つま先、お尻からね、上げる感じ。で、これ腰痛くなっちゃうと、お腹に力が入ってないやつ、しっかりお腹に力入れてね、これ上げすぎなくても大丈夫ですからね。お尻使ってる感じで、お尻裏のまま使ってる感じで OK です。肉付き、あ、セミナーカーにもね、肉付き、きました。まず、これ地味に使えないですよね。頑張ってください。頑張って、頑張って。OK! 使いましたね。お水とか飲んでくださいね。はい、きます。少し行きますよ。つまずき、下に行きます。行きます。完成です。以上、お尻上に上げる。以上、戻して、戻って。もうちょっとだよ、頑張ってね。もうちょっと、頑張れ頑張れ、もうちょっと。ふぅ、ふぅ、お尻から足だと思って。お尻でのままがちょっと引っ張った正解です。4、3、2、1、素晴らしい。はい、そしたら次は最後の種目、膝つきプランクっていうのをやっていきたいと思います。膝と肘ついて、お腹上げていきましょう。お腹はグッとギュッとしたいので、猫背です。より辛くしたい方、肘を前に出してください。はい、ラスト30秒でいきます。よいしょ。で、呼吸止めないでください。頑張って頑張って。疲れますね、最後に。すいません、膝つきプランク、肘つきプランク、できてるんですけど。頑張ってください。皆さん、本当にお疲れ様です。まだまだね、絶対ね、両手方はね、台湾の出身の人たちのこちらもぜひやってみてください。本当にお疲れ様でした。Twitter とか Instagram もね、お手のね、遊びに行ってください。もうずっとです。頑張って。3、2、1。お疲れ様でした。本日の動画がちょっとでもいいなと思った方は、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。またねー。